3連休最終日の今日、名古屋駅の新幹線ホームでは帰省や行楽を楽しんだ家族連れなどが多く見られましたが、自由席の乗車率は最高でも 100% で目立った混雑はありませんでした。 JR 東海は台風7号の接近に伴い、あさって15日は全線もしくは一部の区間で計画運休の可能性があるとしていて、予定を切り上げて早めに帰る人の姿も見られました。実家が広島なので今帰ってて、本当は明日明後日帰る予定だったんですけど、朝早く出てきて、ね、寂しくて泣いたジブリ行った、楽しかった。新幹線とか止まったらちょっと困るなと思って一日早く帰ることにしました。悲しい。 JR 東海によると在来線も明日午後4時ごろ以降、帰省線などで運転を見合わせ、東海道線も正午以降、本数を減らして運転するとしています。また、名古屋市交通局は、あさってに地下鉄と市バスの全線で計画運休の可能性があるとしています。